ボックス愛が止まらない、おはようございます、釣り子 TV です。あのね、この明宝化学のケースね、大好きで使ってるんですけども、あ、こんな番手あったんだと思ってね、もう知ってる人はね、知ってるのかもしれないんですけど、自分的にね、ちょっと感動があったので、動画にね、ちょっとまとめてみようかなと思って、この内寸180mm、ね、この長物に対応するこの手のケース、これがあったんだと思って、っていうのはね、この小分けになるケース大好きで、まあ例えばね、こういうミノを入れてたり、これね、結構今までの印象だと長いのに対応するなーなんて思ってね、便利に使ってるケースなんですけど、これはまあ大体ね、130ミリとか、あとはまあイメージ的には例えばこういうただ巻きとかまで入っちゃうから、これはね、便利でね、もちろん使っていて、まあちょっと長めのミノとかね、こういった感じの、そうですね、今勝のスラムドッグあたりがギリかなっていうね、こういったサイズ感だったんですね。はたまた、まあ、小さい番手だとこうちょっと野良ネズミを入れていたり、あと個別になるからね、こういう溶けちゃう、ね、素材のやつとかはこの中に入れて、まあ不意にワームとかね、一緒に持ち運ばなきゃいけないっていう時も小分けなんで便利だなって使っていたり、もなんかレシートがついてますがとかね、あとはこういうミノとかも、その集めておくミノによって各種ね、大体似たようなサイズ感のでこうしまってるんですが、あ、もうちょっと大きな長いミノとかもね、便利にこう保管しておきたいななんて思って、で釣り具屋さんでいいケースないかなーなんて物色していたら、あ、こっちの向きあったんだ、縦縦縦って思ってね、溝を縦に向けることで310サイズの、限界値内寸 180mm を実現っていうことでね、あはははで、このねケース、こうやってね、個別にね、分けることができてっていうね、はい、これを手に入れたことによって、まあね、例えばね、どういうのを入れたかったのかっていうとね、大きくて微妙にああいうケースに収まらないやつとかね、いつもね、ノラルアーみたいな感じでいろんなところにチリジリになってたんですけど、例えば、こういうやつですよね、エバーグリーンのシャワーブローズのビッグママね、これでかいで結構かさばる、これはどうですかね、余裕じゃないですか。ビッグママなんかは、ああ、そう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 、こういう感じで、そうこういう感じで入れたかったんですよね。はい、お次しまっときたかったのが、例えばこのアマゾンペンシルね、さっきスラムドッグはね、あのケースの中に入ってましたけど、このアマペンがね、ちょっとかさばるな、こんなやつも、ほら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 、入った、これ閉まるのかな、あ、閉まるな、はい、アマペンなんかを入れたりとか、あとはね、海のルアーで大きなルアーとか結構あるんで、例えばこういうね、ジョイントのハンマーなんかも、まあ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 、これは余裕でしょ、あ、まあスリムなのもあってね、余裕で入りました。あとね、結構ね、しまうのに困っちゃうのがメガバスのこの彼方ね、はるか彼方にぶっとくんですけど、これちょうどやっぱね、160mm っていうことで、ここら辺が要はだから入らないんですよ、この一番大きな番手でも。お、一番大きいのかな、まあ、この大きめミノを入れる番手のやつね、これがね、どうやっても微妙にね、ちょっと傾けたりしても入らないね。結構ね、俺カナタいっぱい持っちゃってるんですよ、あのシーバスよく釣れるんで。そんでどうかな、まあこれはね、細長いからいけるんじゃない、あー気持ちいい、はいね、こういう感じで入るな。で、でもね、180mm ね、内寸ってことなんだけど、多分ね、この形状だとあれはいけないんじゃないかなっていうのが、ジョイクロ、これだとちょっと対抗があるからね、
これはどうかな。針もあるし、針がなければなんとか締めることはできるのかな。まあでも便利にね、殺到ボックスから出したいって観点から考えると、ちょっとね、背中がこういい感じなんですけどね。やっぱビッグベイトってだけあって背中がちょっとはみ出しちゃうから、これはね閉まらないんですね。まあまあまあ、ちょっと勘違いしないように、じゃあ画面から出ていてもらいますけども、まあでもこれとりあえず金タイレになるんだったらもうそれはそれで OK だな。まあこういう感じで予備でね持ってるけど、いまいちしまいどころがないんで、まだね開封もしてないやつとかがいくつかあるんで、それもまあまあこの状態でね使うまでね、あの持っときゃいいんですけども、まあでもせっかくなんで、このねしまうところいつも困っちゃうカナタ、これがいよいよ、あ、はい、開封ですね。こういう感じでね、メガバス独特のギランギランな感じでね。でこれね、マジねマジね、シーバスですけどね、すんげー釣れるんで、東京港とかで、オスメスで、すんげー飛んできます。すごいね、重心度入ってるんで、今の LBO じゃないけど、こんだけ飛ぶんで、どうなんすかね、これ、カナタで LBO とか搭載した、カナタ LBO とかってね、そこ買うんですけどね、まあ、まあいいや。はい。これでこれも綺麗に入るし、いいなぁ。じゃあちょっとこっちにね、結構無理やり気味に入れてたね、スラムドックもね、これ今カツのやつかな、これも買っとんでね、ハイアピールでいいんですけど、あ、余裕ですね、ここら辺は余裕ですね。ワンテンのマグナム、まあ、こんなのはねこっちにも入るぐらいなんで余裕なんですけど、あ、でもこれでだいぶ大きめ長めのやつで行こうっていう時に動きやすいな。まあこん中で行くと、例えばただ巻きのね長いやつ132、これリップまで入れるとやっぱりねしまいどころが結構大変だったりするんですけど、これなんかもう部屋がね、そっか、縦になってるから部屋はねちょっと考えないとね、6個移送できるようになるってことですね。まあ1軍のやつをね、大きな、なんだろう、ボックスからこの中によく使いそうなやつだけ詰めて、でこれをさらにバッカンとかに入れて釣り場には行くと思うんで、まあ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 、こんな感じでどうですか。結構デカめのがね、快適にしまえてるんじゃないかなね。はい、説明のところを見ると、2つの空間を無駄なく使いこなせ、スペースを効率的に使用できる両面収納、対面トライアングル構造で小スペースに、効率よく収納が可能、水抜けダクト付きなので丸洗いが可能、160ミリクラスなら、余裕で収納が可能にということで、はい、まあね限界を攻めてるよっていうことで、まあアイデア満載のこういう便利なのがねどんどん増えていきますね。これマジ嬉しいな。で、まあ海でね使ったりした時に、これまあ俺なんかの場合だとこう水抜き穴がついてるんでね、でこの水抜き穴が例えば反対側になると、まあこっちの底面にこの穴が開いてるっていう感じになるんですね。なんで、水道とかでね、こう、なんだろう、塩抜きがしやすい。ジャーって塩抜きするじゃないですか。で、その、水の抜けがね、あんまり悪いと、中がね、全部サビサビになっちゃったりするんですけど、これのまんまね、結構自分なんかは車に、ペール缶っていうか、なんだろう、結構でっかいバケツみたいなの持ってるんで、そこに水張ってね、で、その中にこのボックスごとガッて入れて、で、ザザザザザザーって出して、そんでね、乾かして終わりっていう感じ。まあ、余裕があれば、水抜き穴はあるんですが、こういう感じで、開けてね、
やっておくとよりカラッとね乾くんで、サビとかねしづらくなるとは思うんですけども、このね名宝のこのシリーズ、本当小さなね本当小型の軽量ミノとか用のケースからこういうちょっと長物、中ぐらい物、小型物、何物ってね、こういろんなサイズがあるんで、ぜひね自分の、収納に合わせてですね、釣り具屋さんとかでですね、見てみたらいかがでしょうかっていうことで、まあまあまあ今ねまだこういうなかなか、ね釣りに行きづらいっていうねこういう時間が続いておりますので、ここら辺のねこう便利なボックスとかねお気に入りのボックスとかを、手に入れて、それでもって、収納してね、収納とかしていると、まあ改めてね自分なんか今日ああそうか開封してないけどしまえるとこさえあればな、このカナタとかな、秋に向けてもうちょっとスタンバイしとくかなと、こういうことになるわけなんで、どうでしょうかということで、はい、というわけでね、このあーすげえ長物しまえるようになったんだ、やるねーと思っての、ご紹介です。今回はですね名宝のリバーシブル 180V ね、このケースを買ってきてみたいって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。